優勝した、ヤマハ発動機ジュビロ第52回日本、ラグビーフットボール選手権大会は2015年2月8日より2月28日まで、秩父の宮ラグビー場、近鉄花園ラグビー場、水穂公園ラグビー場で行われた、日本ラグビーフットボール選手権大会である。ヤマハ発動機ジュビロが決勝で、サントリーサンゴリアスを下し初優勝を果たした。トップリーグの出場は黒チームのうち、 プレイオフ出場の4チーム以外は5位から12位まで対戦を行い2チームが出場する。太とは勝利チーム1月24日、秩父の宮ラグビー場、第1試合11時40分開始、秩父の宮ラグビー場、第2試合14時開始1月25日、近鉄花園ラグビー場、第1試合12時開始近鉄花園ラグビー場。 第2試合14時5分開始1月31日、近鉄花園ラグビー場、第1試合12時開始近鉄花園ラグビー場、第2試合14時5分開始10チーム2月8日、秩父の宮ラグビー場、第1試合、秩父の宮ラグビー場、第2試合ワイルドカードトーナメントを勝ち抜いたチームが、決勝進出したのは初めてである。2月22日近鉄花園ラグビー場、第1試合、 近鉄花園のラグビー場第2試合ありがとうございます。